綾瀬はるか記号結婚病読み記号化交際開始頃から連続ドラマ出演をセーブ気味、お相手のジェシーが落ち着く来年5月以降とも、女優、綾瀬はるか39の私生活の動向に注目が集まっている。人気グループストーンズのジェシー28との交際を報じられているが、ここに来て二人の米ラスベガス旅行もキャッチされ、 早期の結婚の可能性も取り沙汰されているのだ。写真10枚、黒いドレスをまとい、クラシックオープンカーで銀座を失踪する綾瀬遥綾瀬は7月にジェシーとの真剣交際を女性セブンに報じられた。二人は2022年公開の綾瀬さんの主演映画、リボルバーリリーでの共演をきっかけに進行を深め、クランクアップ後に交際に発展。 すでに交際期間は2年近くになると思われます。加えて、綾瀬さんの所属事務所、ホリプロが、プライベートは本人に任せております。と報道を否定せず、ジェシーさんの個人事務所も記事内容を認めたことでいわゆる、記号新券交際、記号と見られています。民放テレビ局の情報番組スタッフ。そうした中、 二人がジェシーの親戚がいるベイラスベガスへの4泊6日旅行を楽しんだことを女性セブンが報じたことで近い将来の結婚への期待も高まっている。ここ最近も CM や映画では変わらぬ活躍を見せている綾瀬さんですが長期の撮影期間を要する連続ドラマに関しては以前に比べるとセーブ気味です。最後のレンドラ主演は22年4月期放送の 元彼の遺言状、フジテレビ家にまで遡りますが、ジェシーさんとの交際がスタートした時期を考えると、結果的にその頃からより私生活の充実を図っていたのかもしれませんよね。前室の情報番組スタッフ。こうした背景もあり、来年3月の40歳の誕生日にもゴールインするのではといった見方もあるが、放送作家はこう語る。 確かにその可能性を否定はできませんよね。来年4月期に各局が放送予定の連ドラに関しては、すでに水面下で作品の選定やキャストの調整が始まっていますが、綾瀬さんの名前は今のところ出ていないようですし。ただ、一方でお相手のジェシーさんが所属するストーンズは結成10周年イヤーの真っただ中です。グループ初となるドームツアーはすでに終えたものの、 今後も様々な催しが行われるでしょうし、今月から連ドラも始まります。結婚に関しては、それが落ち着く来年5月以降を有力視する向きも業界内で多いです。かねて、プロ意識の高さで知られる二人だけに、結婚のタイミングについても様々な見方があるが、ビッグカップルの私生活の動向が今後も注目されそうだ。